はい、まよりこチャンネルです。チャンネルです。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。先週ね、はい、東京のタッグプレミアオープンに、はい、道屋さんがね、まあ、久しぶりですかね、遠征は。遠征は、そうそう、飛行機に乗っていくのは久しぶりでしたね。でね、今日はね、まあ試合、うん、まあ、行ってきたのはあるし、はい、別会場でこう、ね、うん、メンバーさんの試合とか見に行ったりとかもしてたんで、その話とか聞こうかなと思うんですけど、はい、自分の試合の感想をまず聞こうかな。自分の試合の感想は、そうですね、まあ、こんなもんだろうみたいな。もうちょっとなんかないですか。今回もなんだろう、タックのコートがね、やっぱりこう違うのかなって思って、皆さんすごいコートとかそういうのに詳しいんですけど、もともとがそういうの疎くて、なんかこう試合会場行くじゃないですか、で打っててボールが内側に入ってこようが短かろうが、あ、今日調子悪いんだって思ってたんですよね。そしたらそのコートによって特性があるから、それで違うんだよっていうのを何年か前に聞いて、あ、そっかそっか、そうやって考えてやればいいんだってちょっと考えてやるんですけど、で今回も普通にいつもね、ここのバディでやってる感じでやると、ボールがねホイップしたりね、あとなんかボーストが全然入らなかったりとか、あ、どうしようとか思ってる間に1試合目終わっちゃったんですけど、いろんなコートでこういろいろドキドキしながらやるのが楽しかったっていうのと、あとは1試合目が今回またすごい何年ぶりかに渡辺選手に当たって、妹さんの方ですね。でその時はなんかすごいガチガチな感じ、自分が多分ね久しぶりに1回戦負けした時の相手だったんですよ。でその相手とまだできて、まあ、3ゲームだったので、まあ、ストレートで負けちゃったんだけど、以前と違ってちょっと楽しい感じで、相手の渡辺選手もちょっとなんか前よりちょっとすごい楽しそうにスカッシュやってるのがすごい印象的で、なんか負けはしたんだけど、なんかこうすごい久しぶりに楽しく試合ができました、うん。まあ、でもやっぱ負けると悔しいからちょっと練習しなきゃなとか、でもなんかこうここ最近ね、いろいろあってこう練習とかほぼできなかったんですけど、まあ、相手の人とか、ね、周りで見てくださった方がめちゃくちゃ走れるねとか、あの技はとか言われると、あ、まだそういうところが自分にもあるのかなって思って、ちょっと安心っていうかほっとしたところがあるので、またねこれから全日本までいくつか試合があるので、そこでちょっとねもうちょっとこう楽しめるようにちょっと真面目に練習しようかなって思って帰ってきましたね。で、なんかね、メンバーさんもそのタッグも出てたりとかして、はい、なんかさ、タッグの間に神奈川でも試合があったんですよね、まあ、横浜、神奈川オープンがあって、はい、メンバーさんその神奈川オープンに出てて、そうそうそう、道屋さんそれ見に行ってたんですよね。そうそうそう、ね、2日目ほら負けちゃった、初日負けたから2日目まるまる空いてたので神奈川まで行ったんですよ。で、なんかそれで今回いっぱい試合とか、まあ、横浜でも見れたんですけど、なんかちょっとね、審判ですかね、それちょっとなんか微妙だなっていうのをちょっとね、いくつか見て帰ってきたんですよ。微妙だなっていうのは審判のレベルっていうことですか、うん、レベル、まあね、自分がレベルっていうのはでもやっぱなんだろう、なんですかね、試合に出るのに試合の練習はすごいいっぱいするじゃないですか、はいはい、でもレフリーの練習は多分しないと思うんですけど、あんまやんないですよ、うんうん、でも試合に出るんだったら結局一生懸命頑張って、まあ、そのクラス関係なく一生懸命頑張ってやってるわけじゃないですか。せっかく試合を頑張っているのにもかかわらず、レフリーする側がですよ、その試合を見ないでがよそ見してたりとか、アピールしたことに関して隣の人に聞いてとか見るとちょっとなんかこうやる気がそげるというか、なんかって思うことがね結構、まあ選手権クラスでもあったりするから、まあ一応ね、記事のレフリー委員会に入ってるからってわけじゃないけど、なんかその辺なんかねえって思って帰ってきたんですよ。
まあ、日本はまだレフリーのレベルがそんなね、うんうん、世界的に比べるとね、うんうんうん、そんなに高くはないっては言われてますけど、うんうん、なんかさすがによそ見とか隣に聞くとかね、もう仕方ないで済ましちゃいけないけど、まあ、ジュニアの子でもやっぱり出てたりとかするってことは、まあ、選手権とか出てるってことはやっぱりそれなりにレフリーをやらないといけない、できないんだったら代わりを立てないといけないとか、なんかそういうのが厳しいようだと思うんですけど、あると思うんですよね。それをこんな感じで見られてるとなんかはーって思ってしまったり、間違っててもいいんですよ、でもちょっと見とけよみたいなのはあったり、なんか他のね、他の試合やってるとかレフリーとか見ててもそう思ったりしたりしちゃったりするから、自信なくてもやっぱりその試合をやってる人たちは頑張ってるんだから、そこは自分の試合が終わった後でもちゃんと見ようよみたいな、なんかそれは礼儀だと思うんですよね。なんかだから強いからやらなくていいとか、強いから絶対とか弱いから絶対じゃないとか、そういうのはないので、一応のそのベースみたいなのあっていいんじゃないのって、今回あのタックもだし神奈川もだし、自由に見れる時間があったからなんですけど、まあ、その辺がねちょっと納得いかんのです。はい、その自分が試合に出てて、うん、こう審判が適当だったら、うん、みんな、うん、おいちゃんと見ろよって絶対みんな思うじゃないですか、うんうんうん、自分が審判やるときは適当な人もいます、うんうん、結構食らってるんですよね、大事な試合の時に結構そういうレフリーに合ってるんですよ。そうですね、だからなおさらなんか、なんかいやこれは、試練、いやもうしょうがないよね、そういう風に見られるのは悪いよねってこらえてはいますけど、なんかそれってなんか、ね、せっかく頑張ってやろうと思ってるのに、そのレフリー側がね、いやそんなんだったらその正しいとかじゃなくて、その見る姿勢は誰でもできるわけじゃないですか、いやそういうのはあっていいよなみたいな、やば、愚痴ってる。でもそうじゃないですか、うんうんうん、でもそう思ってる人は他にもいるんじゃないですか、最低限のことはやってほしいと思いますよ、ね、そうですね、はい、まあ、ジャッジが間違ってもいいから、間違ってもいいけど、でも見る姿勢だけはちゃんとね、なんかよそ見してとか絶対ありえないと思うんですよね、やってる選手に対して失礼だなとか思っちゃうんですけど、まあそういうのが許されちゃうのが日本なんですかね。選手がいないと試合はできないけど、レフリーがいないともっと試合が成り立たないわけじゃないですか、レフリーを敬う必要はないけど、その同じねプレイヤーで、まあそういう資格持ってる人じゃなくて自分が試合に出て戦うんだったら、ちゃんとその試合の後のそこまでちゃんと試合の一部だと思ってちゃんとやろうよみたいなのはあっていいかなと、はい、考え古いですかね。ね、はい、共感した人はグッドボタンをください。共感できなかった人は共感できなかった理由をコメント欄にください。そうですね、どう思ってるかを聞いてみたいです。それから直接ということで、はい、本日は試合の振り返りとレフリー、まあ一般レフリーへの提言でした。ありがとうございました。ありがとうございました。